的に何か立体物を作る仕事なんですけども、その仕事によってやることがいろいろ違いまして、例えば映画だったらデザインするところから入ったりとか、そしてそのデザインしたものを CG の参考にしたり、スキャンしたりするような立体物、いわゆるひな型っていうのを作ったりしますね。その問い関係の元の形になるようなものを作って、それを複製して量産して製品として販売する、そういうものを作ったりしてますね。こういうの作りたいなって考えてる時も好きですし、まあ、大体出来上がってきたって色の瞬間なんかすごい楽しいですし、立体の造形ってその道のりが長くてじれったいんですよね。こうすごいたくさん工程を経なきゃいけないので、その間はすごくじれったくて誰かに任せられるものはどんどん任せちゃう傾向にあるんですけど、まあそのでもまあ基本全部やってて楽しいですけど、まあ、最初と最後は特に楽しいですね。